みんな元気？まあお前が言うなっていう感じだよね。でも岡田和親元気でーす。オスプレイは返上という形になりましたけども、タイトルマッチ新日本プロレス、今俺みたいな人間がチャンピオンになって盛り上げないとダメだと俺は思ってるので、必ずチャンピオンになります。なので新日本プロレス、俺のこと元気だからタイトルマッチよろしくお願いします。アシスト真田が来た。そしてバックドロップ、速い、おーナイス、丸めた、おー、高木慎吾のどんどん前へ前へ出ていく姿勢を見て俺は悔しかったよ。二人も俺と同じような気持ちがあるんなら俺たちもそろそろ動き出そうぜ。ネバー無差別級6人タッグ王座のベルト狙いに行こうぜ。ニュージャパンワールドナウ、5月26日後楽園ホール大会、今日のディス解説、高木慎吾選手でした。ありがとうございました。いやー、メインイベントではドスイングベルナブレスレハポンの内藤選手と真田選手が、後藤選手、吉田選手に勝利と、うん、いやー、いかがだったですかね、今の勝利ね。本当激烈マッチだったね。激烈マッチ、激烈だったよ。激烈の象徴が太鼓判を押す激烈マッチ。いや、そうだった。なんか、はい、試合だけで彼らの、はい、悔しい思いというか、その向上心というか、はい、すごい伝わってきたよね。まあ、これね、高木選手が先頭行くことに対して、うん、ジェラシーっていうのをね、内藤選手口にしてたんで。いや、でも素晴らしい仲間じゃない。こう高め合おうとするね、まあ、切磋琢磨、うん、いい関係だよ。はいはい。まあ、ネバー6人タッグのね、ベルトに挑戦を表明したんで、うん、まあ、そういう意味でも3人、まあ、今ヒロミ選手が欠場中ですけれども、ね、今稼働中の3人、そして高木選手を含めて4人全員がね、タイトル戦線名乗りを上げたことになりますね。まあ、俺はね、はい、でも今日は6人タッグはほぼ決まったようなもんだけど、はい、俺は何にも決まってないからね。まだ何も決まってないわけですよ。どうなってんだよ、新日本は。それちょっと、その辺の愚痴はもうちょっとね、もうちょっと早いです。愚痴が早いです。まだ今も出しちゃったから。あ、もう出しちゃいました。そうなんですよ。高木選手は、まあ、その今シーズン開幕戦でね、オスプレイ選手が返上した、IWGP 世界ヘビーにね、トライアゲインだと。シュープロはね、もうトライアゲインだと、まあ、とシュープロがトライアゲインって言うんだからトライアゲインだよ、ね、もう一回という挑戦表明をねされてますけれども、まあ、そんな中でね、今日は辻選手とのシングルマッチがありまして、いかがだったんですかね。まあ、はっきり言えばね、はい、まだまだだよ、はいはい、辻ね、体もでかいし、はい、うん、力もあるけど、はい、まあ、対戦して思ったら、うん、まだまだだ。なるほど。最後のですね、パンピングボンバー、高木選手はその、うん、いわゆる自分よりもキャリアが下の選手によくパンピングボンバー、うん、フィニッシュホールド使うことあるじゃないですか、うん、僕あそこでカバー行くのかなと思ったんですけど、あえて行かずに立たせてたので、何かこう促すものというか、何か期待するものがあって、うん、ああいう行動を取ったんじゃないかなと思って。あいつがその昨日の試合後のコメントでね、はい、俺の名前と、はい、もう誰も触れてないのにね、はい、IWGP 世界ヘビーについて触れたでしょ、はい、おお、じゃあそれだったらお前とことやってくれんだろうなと思って。なるほど。あんなね、まだパンピングボンバーだけで終わらせるのと思ったけど、はいはい、もう結構、まあ、中盤ぐらいからねぐったりしてたから、はいはい、俺もっと遊びたかったけど。なるほど。まあ、あいつが一番悔しいんじゃない。そういう意味では、うん、まあ、まあ、選手としてはね、高木選手にそういう風な、うん、高木選手のこう、まあ、期待というか、そういう部分に応えられなかった部分で、通選手悔しい思いがあるんですね。はい、うん、まあ、当然今のところで、ね、向かうところできなしで、まあ、休みもないですけれども、高木選手としては常に元気がずらずで、IWGP 世界ヘビーに日々アピールするわけですね。そうだね。あれはさっき言ったけど、シュープロでもこうやってね、高木慎吾待望論、はい、今までは本当空耳くらいだったけど、はい、かね、確かに耳に入ってんだから待望論が、ねえねえ、ロースポも書くって岡本ちゃん言ってるし。そんな中で、そんな中で、IWGP 世界ヘビーを語る上では決して欠かせないのが
本来であればオスプレイに挑戦するはずだった岡田和親選手なんですよね。岡田選手は先日、新型コロナウイルスに感染していたことを自らあえて公表したんですけれども現在は体調が回復している、うん、そして、まあ、今日のリングに上がりましてタイトルマッチ自分がやると、うん、お言ってんの？はっきり宣言しました。両国で一言も喋れなかった男が。そうですよね、両国で3人の。いや俺も忘れて、岡田はもうないと思ってたよ。あ、もうそういう、そういうのだって両国で何も喋んないで何も喋らんのかいって書いてたでしょ。いやでももともとはほら5月、まあ、延期になってしまった5月29日のまあドームも延期で ね、横須賀も延期、はい、延期だからね。東京ドームでの本来の挑戦者が出てきたということで、うん、どっちがその出場でコンテンダーとしては上なのかっていうのはこれはまあ議論の分かれるところではあると思うんですけど、まあ、感情論で言えば、はい、謎の感情論を使わせてもらうと、はい、俺は1000シリーズ毎日のようにあのベルト目の前でね見せつけられてきてて、はい、やっぱね、うん、やっぱあのベルトの魅力をね、うん、気づいてしまったというか、はい、ここでじゃあ岡田選手が出てきて挑戦権をアピールしても、うん、高木選手としては一歩も引く気がないという。引かないよ、はい、だってさ、はい、お前ほんとこれで本音言っちゃうけど、本音で IWGP 世界ヘビーに対して、はい、あんまりこうポジティブに言うやついなかったじゃん、少なかったじゃん、まあそれはね、結構否定的だった人多いじゃない。言ってみたら、ハリアボを含めてそうだった。言ってみたら、岡田だってダセーとか言ってたでしょ。はいはい。でも俺は、ベルトの歴史が新しくなったら、俺チャンスだなと思って、はいはい、俺はもうね、どんどん言ってるわけよ。はいはい。だからちょっとベルトに、その新しいベルトに対する感情は多分俺は一番だと思ってる。嬉しいのは。うん。もうそれはもうだから初代王者のイブシ選手さえも上回ると。だってイブシはあれじゃない。よく考えたら。まあ確かに初代はイブシだけど、はい、ベルト巻いてないんだよな。あ、腰に巻いてない、ね、巻いてないんだよな、はい、勝ってから巻くんだ。で巻いてない。で2代目は、はい、ね、そうやって負傷欠場でイギリス帰っちゃったろ、はい、ベルトがかわいそうだよ。あ、なるほど。愛されてないベルトが。愛されてないよ。愛されるよりも愛したいだろ。いいやから。キンキキッズ、うんうん、変なこと言わすな。はい、まあとにかく今の人わかんないかもしれないですよ。はい、はい、少なくとも動き始めましたね。このベルト、返上してしまったベルト、返上されてしまったベルトが、今回のシリーズを経て、うん、何かこう次の動きというものが確かに生まれた4大会ではありました、うん、高木選手としては今後ね、まだフラストレーションたまる展開かもしれないですけど、改めて1個目を伺いたいんですけれども、締める一言。え、そうですね、できれば、はい、で俺は締めちゃっていいのかね。僕が締めたら大ブーイングですよ、うん、はい、まあ、とにかく俺はね、まあ、今シーズンもう言いたいことは全部言ってきたから、ね、あとは新日本プロレスが IWGP 世界ヘビーのタイトルマッチ、ね、俺を組むのかイエスかハイかで答えるんだな。ということ、おい、いやもう乗れよ。いや、まあ、ということで俺たちの言いたいことは以上だ。合わせろっつーの。合ってますから。